ドラマはですね、今回ですね、これまでのストーリー回収がメインになってますね。複数のキャラのドラマをですね、一斉に動き出して、それが歯車のように噛み合うというですね、奇跡のようなですね、出来になってます。連邦の方はですね、ホワイトベース側はやっとジャブローですね、連邦のですね、基地に到着しました。で、マチルダさんの婚約者、ウッディ・タイという人が出てきて、まあ、その人との出会いがあります。で、正式にですね、ホワイトベースのみんなはですね、軍に編入されて、じゃあ一緒に乗っているですね、ちっちゃい子供たちをどういうふうにするのかっていうですね、そういう問題が出てきます。で、ブライトはですね、自分たちが軍にどのように扱われているのかですね、それが分かってですね、ちょっとイラついてきます。人間のドラマとしては、アムロはマチルダを失って、初恋の人マチルダを失って落ち込んでいると。で、ミハルを失ったカイも落ち込んでいると。この二人の落ち込みがあるんですけども、そのお互い落ち込んでいるってことを、互いに知らないまま、まあ二人とも一生懸命乗り越えようとしているっていう、あがいているという、そういうような話になっています。セーラはですね、お兄さんのキャスバル。ジオンのですね、シャアが、実は自分のお兄さんのキャスバルかもしれないというふうに、で、そのシャアが戦いに復帰したというふうなことを聞いて、心が乱れるっていうのがですね、今回のドラマになっています。ジオンの方ですね。シャアにとってはですね、まず自分の持ち家をですね、現在勝手に離れている最中です。29話では。前回の大西洋沈染めてではですね、ヨーロッパとアフリカ戦線から離れるわけにはいかないと。だからというふうに言ってたくせにですね、南米の沿岸まで来てですね、勝手に来ちゃってると。で、その後ですね、多分中央アメリカまでぐらいまで行って自分のモビルスーツ受け取って、降下作戦に参加までしているっていうですね。それまで謎であったジオンにとっては、全くわからなかったジャブローの位置と、そのジャブローのですね、侵入経路をですね、特定したっていうですね、そういう手柄はあるんですよね。北米のですね、地球、侵略本部にですね、攻撃隊を出動させました。しかしですね、政治力のなさからですね、あんまりね、援軍がたくさん呼べなかったんですね。ガウ12隻と護衛機、搭載するモビルスーツのみのですね、まあ大軍は大軍なんですけど、ジャブローを全部落とせるほどじゃないんですよね。で、自分の持つモビルスーツ部隊にですね、突破口を開けさせてですね、ついに初のジャブロー侵入と攻撃に成功するっていうのが今回のまあシャアです。両方ですね、見てる側は応援したくなるんですよね。富野さん得意のですね、富野監督得意の両方同じように応援したくなるように書くっていうですね。だから視聴者はですね、どっちも応援していいのかわかんなくなる。子供には難しくて、ちょっと大人には喜ばれる手法なんですけども、この辺もこの視聴率が伸びにくい原因だったのかもわかんないです。双方ね、同じように書くっていうのはね、結構ね、難しいんですよね。実はね、宮崎駿や庵野秀明は、これできない人なんですよ。どっちもですね、主観的なアニメを作る人なので、宮崎駿はついつい主人公の立場に立ってしか描けなくなっちゃう。だから悪役がですね、魅力的な振る舞いはするんですけど、それは最終的に味方になるような悪役であってですね、双方の立場を当分に描くっていうのが、宮崎駿も庵野秀明も実は全くできないんですよ。ところが、富野由悠季はこれができる。あとね、高畑勲もできるんですよ。だから、テレビシリーズを描くのに、必要な能力なんですよね。これからも動画をアップしていくので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。